中井新広下は、日本の通産官僚、実業家、政治家、自由民主党を沖縄県連最高顧問、沖縄県知事、沖縄電力代表取締役社長、沖縄県商工会議省連合会会長などを、歴任。報道などでは新事態を用い中井真広下とも、表記される。2006年、普天間飛行場の辺野古移設に関する日米合意の、見直し及び、 普天間の県外移設を公約としてして、知事選挙に当選したが、2013年12月25日、安倍総理と会談後、27日に、辺野古埋め立て承認を発表した。1300年代からの歴史を持つ久米36世の家系に生まれる。父の中井新元会は、沖縄戦を避け疎開していた大分県から、沖縄戦後の那覇に戻ると、いち早く劇場経営を始め、 沖縄芸能連盟の会長を務めた。1973年から79年まで、方言ニュースのキャスターを務め、さらに、那覇市議会議員や沖縄軍統議会の議員を務めた。米国民政府のバージャー民政官と何度も密談し、当時の那覇市長であった、瀬永亀次郎の不信任案を成立させるべく、米国民政府と格索していたことでも知られている。 1945年に空襲を逃れて、家族で大分県南山部郡明治村に疎開。翌1946年、両親の出身地である沖縄の那覇市に移住。海南諸島学校、那覇教育区立場山中学校、那覇連合教育委員会立那覇高等学校を卒業。成績がトップクラスで特に理数系が得意であった。中井信は、 自動車設計士を目指す。そこで、東京大学工学部進学時に、国費、自費沖縄学生制度を使い上京した。1961年に、東京大学工学部機械工学科を卒業後、当時の通商産業省に議官として入省。沖縄開発庁沖縄総合事務局、通商産業部長、通産省機械情報産業局通商課長。 工業技術院総務部技術審議官などを歴任。官僚時代にイタリアに留学経験があるほか、ニューヨークに3年勤務した。1987年、民営化を前にした沖縄電力の理事に就任。1990年に当時の沖縄県知事、大田正秀のもと沖縄県副知事となった。退任後は沖縄電力に戻り、社長や会長を歴任した。 2006年の沖縄県知事選挙に自民、公明の推薦を受け出馬し、野党8党の推薦、支持を受けた糸数稽古を破り初当選した。各党の接勝に時間を取られた糸数の起戦を制し、さらに糸数を推薦した自由連合代表の徳田武氏が離党して中井新支援に回るなど、野党の切り崩しに成功したと言えた。糸数陣営は、 普天間基地県内移設反対など在日米軍基地問題を強く主張したが厳しい経済情勢の中で行政や財界での経験から経済振興を争点とし稲峰県政の継承発展を主張した中井信に支持が集まったとされた中井信は県内保守派に基盤を置くが沖縄特有の問題については前任者の稲峰恵一同様政府とは一線を画して 地元の立場を強く主張し、譲れないものは譲れないという姿勢を見せている。産経新聞や日本経済新聞が選挙後の社説で、中井真の当選を喜ぶとともに、中井真に在日米軍基地問題で政府に従うよう釘を刺したが、中井新は辺野古基地問題に関して、重権を突きつけているような連想をさせ、強烈な誤解を生む。 防衛省のやり方はデリカシーに欠けると発言し、政府の強行策を牽制した。保守系言論人のめぐみりゅは、朝鮮通信誌よりも古い1300年代からの家計組36世であることを理由に、沖縄で稲峰めぐみ知事、中井正宏太知事と2代にわたって中国、騎化人子孫が知事を務めている、こうした中国騎化人の子孫たちが中心となって、 沖縄の新中政策が推進されている中国による沖縄のクリミア化だとした。ネットで中井新知事は日本国籍を持った中国のスパイだと多く拡散されるようになる。このような反応に対して佐藤優は、久米氏族は実際には台湾に近いなどの例を挙げて反論している。2007年6月23日、県知事として 沖縄全戦没者追悼式に出席したが、翌24日、軽い脳梗塞で緊急入院した。入院及び自宅静養で2週間程度公務を休む必要があると診断されたが、すでに追悼式の段階で体調の不良を訴えていたと言われ、追悼式には医師の立ち会いの下で出席した。同年七月九日に公務復帰。二千七年九月には、文部科学省が、 公立高校の歴史教科書から急に本軍の集団自決強制の記述を削除した問題で起きた県民の抗議集会に参加し政府の対応を遺憾であると表明2008年2月11日に沖縄中流アメリカ軍兵士が中学3年の少女に対する暴行強姦容疑で逮捕された件で記者団に対して前もって用意されたメモに沿う形で一連の事件に 強い怒りを表明したが、普天間飛行場の機能を、キャンプシュアブ沿岸部へ移設する計画には全く影響しないと語った。2010年7月の第22回参議院議員、通常選挙では、自民党公認の島尻愛子陣営で、選対本部長を務めた。2010年11月、自民党沖縄県連からの支援及び推薦と、公明党、みんなの党の推薦を受け、 日米行為の見直しと基地の県外移設を公約として沖縄県知事選挙に出馬33万5708票を獲得し共産党、社民党、国民新党、新党日本、沖縄社会大衆党推薦の新人で前木の湾市長の伊波洋一、幸福実現党の新人候補者を破り再選された。しかし、県外への移設論に傾いた。 米軍普天間基地移設問題は、選挙戦の最中に朝鮮半島で武力衝突があったこともあり、実現できるかどうか流動的な情勢となっている。2012年7月、尖閣諸島問題がくすぶり続ける中で、中華人民共和国の北京に沖縄県北京事務所を解消し、中国外交部部長の楊清から高く評価された。2012年10月1日、 基地の過重負担となる普天間飛行場にオスプレイの最初の配備が始まる。配備計画は長らく隠蔽され、計画が公表されてからわずか9ヶ月で強行配備された。2013年1月10日、腹板を訴え、診断の結果急性胆の炎と診断され入院。翌11日に胆石を取り除く手術を受けた後、同月20日に退院し静養。 西洋中の2月2日には、安倍晋三との会談を行った。正式な公務復帰は、同月4日となった。1月28日、沖縄県内の41市町村と県議会の代表が、米軍普天間飛行場の閉鎖、撤去と、県内移設断念、同飛行場へのオスプレイ配備撤回を求めた、憲白書を政府に提出したが、中井新知事の署名はなかった。 2013年9月25日、普天間飛行場の12機に、さらに12機が追加され、24機となった。2013年12月25日、東京で安倍総理と会談し、米軍普天間飛行場の代替施設として、名護市辺野古の埋め立てを27日に承認する意向を、固め、進行予算を予定通り確保できたとして、安倍総理に対し、私は応援団、 有志以来の予算、驚くべき立派な内容、これは良い正月になると発言した。また安倍総理に140万県民を代表してお礼を申し上げるとも発言したが、中井信は17日の沖縄政策協議会以降、県側と連絡の取れない状態にあった。12月27日、政府による辺野古の埋め立て申請について基準に適合していると判断し、 承認することとしたと表明した。2014年1月10日、沖縄県議会の本会議において、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に向けた埋め立てを承認したことは公約違反だとして、知事の辞任を求める決議が可決された。ただし、決議に拘束力はなく、中井信は辞任しない意向を示した。2014年1月19日、家中の名護市で、 知事選の全員商戦となる、名護市長選挙が行われ、反対派の稲見進むが圧勝した。2014年4月10日に、沖縄県と71団体で構成する、健康長寿沖縄復活県民会議を発足させて、沖縄県民の健康長寿を取り戻すための、県民運動、1まで、インチャー眼獣県民宣言を目指した。2014年11月16日の、 沖縄県知事選挙には自民党の推薦を受け出馬。その後、次世代の党からも推薦を受け選挙戦を戦ったが、オール沖縄で辺野古新基地建設反対を掲げた新人のオーナーが有志に10万票の大差をつけられて落選した。2015年10月22日、日本放送のザボイスそこまで言うかに生出演し、同年10月13日に 名護市辺野古移設に向けた埋め立て承認を取り消した、当時の沖縄県知事、オナガ有志の判断を、とんでもない話であり、歌詞なんてあるはずがないと批判した。また、同年11月9日の BS 富士、BS 富士ライブプライムニュースにも出演して、辺野古移設問題では、対立のための対立、パフォーマンス的でこれだと、基地問題を解決できないとオナガを批判するような、発言を述べている。 2017年10月27日と2018年4月22日、もともと普天間基地は田んぼなどの問題発言で有名な桃田直樹の沖縄講演会で二度の呼びかけ人を務めた。主催はチャンネル桜キャスターがなはまっさこ。2019年3月5日、これからの新しい栄養学について語りましょうの発刊を企画。上執筆している。自民党では、 沖縄県連顧問を務め、2019年11月には県連最高顧問に昇格した。2020年11月3日、朝日大受賞を受賞。18日、菅義偉首相は受賞後の面談の際、よく頑張りましたね、と中井慎をねぎらった。11月13日、国馬組の元会長、国馬光一郎夫人が民事で、 中井信を訴え継争中であることが明らかとなる。主張によると、1997年に中井信の妻が国場から約1億1500万円を借り、中井信がその連帯保証人となっているにもかかわらず、中井信は債務の存在を否定し、返還に応じていないというもの。また、三度の選挙を全面協力したにもかかわらず、 中井信は国場が2019年4月に他界するまでの6年半に2度しか見舞いに訪れなかった。経済産業省は除空推薦にあたっての留意事項に係争中の民事裁判がある場合を設けているが、経産省は裁判の件を把握していなかった。ありがとうございます。